グローバル企業による課税逃れを防ぐため、OECD 経済協力開発機構は、法人税に世界共通の最低税率を設ける案を公表しました。法人税をめぐっては、タックスヘイブンと呼ばれる税率が低い国に関係会社を設立して、利益を移して課税を逃れようとする企業が後を絶ちません。そのため、OECD が出した案では、世界共通の最低税率を設定して、それより低い税率の国で納税しても、最低税率との差額を本社のある国が課税できるようにします。こうした課税逃れの対策は、6月の G20 財務大臣会合でも議論されました。今後この案をもとに、最低税率を何パーセントにするかなど、およそ130カ国が議論を進め、来年の合意を目指します。ご存知のように。